さあスペシャルね、チャレンジ、とりあえずね、ミニマムジャンプ無理で、ミニマムアタックも多分同等レベルだろうから無理だと思うんだけど、とりあえず気にせずにやってみよう。ミニマム気にしないプレー。あー無理だなどう考えても無理だな。ブロックマンステージが一番やり込んだけど、同じステージやっても30発、そういうのある？20発、そんな無理だろう。そもそもね、慣れ親しんだコースが、アシッドマンがね、こう最後で死にまくったから、ここがある意味一番慣れ親しんでるんだけど、じゃあブラストマン行ってみるか。ロックバスター20発ったら終わりなんでしょ。だからとりあえずとしては、こんな感じでいけば弾は撃たなくて、これしょうがないよね。どうしちゃっても撃つしかないもんね。一発ここは無視できるか。こういうのは全部回避していくスタイルでいいの。意外にこっちの方がいけるか。ミニキャップなんか取る必要どこにもないし、こっちの方が意外に、ちょ、中ボスいるよね。これもこいつに打たして爆発すれば0発。ただ問題はまださ、中ボスが何弱点とか、ちょっとラッシュはどうなるの？ラッシュはカウントならない。OK。ラッシュはカウントならない。ああもらっときゃよかった。おお、あぶね。今度ね、体力の方が恐ろしい。中ボス、中ボスさ、これ弱点なんだよ。これで一瞬でやれるか、もしかして。いけるっぽい。初めっから。3発で中ボスまでいけた。これもあれだね。録画しながら、やるもんじゃないね。うまくいくパターンを詰めてからリプレイを投稿するもんだね。じゃあ頑張ったんでね、一旦普通にクリアを目指そう。まあ中間までは分かったんで、これ意外にいけることが分かったんで、これ一発はしょうがない。弾打たないこと考えちゃうと食らっちゃうんだよね。ライダーキックやめろ。絶対お前に主役は、やらしてあげないから。結構イラッと。ミニマムジャンプじゃないからね、ジャンプは何回したっていいんだよ。でここで回復取れば、気にしなくてよいのに、さっきのでジャンプを気にしちゃう。もう打てないってつらい。ほら基本これだね。
ほら、これこれこれ。いったいったいった。やっぱこれだ。今無駄に2発ぐらい撃ったね。てか、なんで溜めてんだ？やめろ。ここは撃たなくていけるね。やだこれ。別に問題ない、ね、あれかアシッドバリアか。こういくしかないよねこんなの。中間入んないかな。スピードワゴン中間まだだっけ。ラッシュラッシュ。弾がなかった。あれれ、おかしいぞ。装備しとけよ。回復してると思ってたのに最初全然しなかった。これでは一発撃てる。いやダッシュジェットなくなっちゃったんだよね。結構ダメージがでかい。撃てないってことはそこなんだよね。で今回は前と違ってあれがないんだよな。ラッシュジェット使っちゃった。一発で成功させなきゃいけないんだ。ジェットないんならジャンプでかわしていくしかない。マジか。ミニマルジャンプよりまだマシ。ジャンプよりはマシだ確かに。でここは全部出して一瞬で全部ぶっ殺す。あー回復あったじゃねえか。これは無理だね。倒すしかないけど、まだね何人だったら倒せるとか全然知らないっていうのが問題だよね。何がこいつにぴったりなのかっていうのを知らないんだよ。っていうのを突き詰めてからやるゲームだよこれ。次の中間まで死にたく。よし中間入った入った。ここまで体力あったらさっきのを無視できたね。死ぬか。体力で無理やり行きたいから。目的はだって撃つなだもんね別に。今のは見なかったことに。上に撃たせよ。そしたらない。イラッとすんな。そう、弾撃てないからあいつを殺せないんだね。間に合うな。よし。あれ？金取れちゃった。金取れちゃったよ。ここ楽勝だわ。ステージによって違うね。
まさかの金取れちゃったわ。はい、ということでね、意外に取れるステージもあるっていうことが分かったね。いや正直さ、ジャンプに比べてショットは楽勝じゃねっていう。もうね、5回ぐらい減らせるよこれ多分。何より中ボスを3発で倒せるっていうのがでかい。いやジャンプが難しすぎんのか。ショットはそうでもないね。いやーこれ10回以下余裕だ、ね、てかやっぱコースによるんだろうね、うん、先にこれやってたらさ余裕だぜとか言ってそうだよね。お6勝じゃん金取るのなんかって。いやジャンプは無理。ジャンプは無理、これは無理。138ね、50回以下半分以下にしないとダメ。無理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 。アタックはそうでもなさそうで、やっぱ中ボスの弱点をチェックし終わらないと何とも言えないね。さあ、高得点ポイントゲッター、多分これコンボ、これちょっとねクリアしない、どんなのか見るだけにしよう。ちょっとねもう全部一通り触ってみよう。あのちゃんと全部やるとね、あのただでさえ難しいのに得点を頭の中で考えてプレイが雑になるのが分かっちゃうんで、とりあえず一通りちょっとチェックしてみようね。よし、どんな感じなのかっていうの、敵を倒せっつってるから、まずはい倒すとポイントが入る。で雑魚が出ると1.5倍、1.5倍、あすげえ、弾いくら打ってもいいって最高じゃねえ。こうやってさ無限稼ぎとかできんのかな、雑魚を出させます。100×1.5、 2倍、倍率の計算式がわからないのが辛いね。連続で倒すとって割と余裕ないね。無限にこう稼げるとか、タイムアタックってさ稼ぎポイントがあったらそこで無限に稼げる系多いもんね。20×1.5 とかやってもしょうがない。あ、水の中だとスライディングの判定がちょっと厳しい。このマップめちゃくちゃやったからな。得点高そうじゃない。120、得点は高い。どうだ、これは得点なし。じゃあ次ちょっと敵大量に出してツンドラの全体でまとめてやってみる。お、タイムアタックだからザコは倒した方がいいんだけど、あっと、で中ボス戦、この中ボスどうやって倒せんだろうね。炎全然効かなかった。雷、爆弾、ダブルギア、ダブルギアミスったら本当に弱くなっちゃうね。これか、これじゃねえ、これ。これじゃねえ。あ、死んだ時点で失敗になるんだ。なるほど。
で今ので4000点ぐらいだったね。あのペースだと1万2000がギリギリいくかって感じかな。やっぱちゃんと考えていかないとダメっぽいね。あの次の敵をすぐ倒せば得点ボーナスを狙えるぞってあるけど、それも結構倍3倍ぐらいまでしかいかなさそうだから、2万7000まで行こうと思うと結構厳しそうだね。はい、バルーンアタック。タイムアタックだね。そもそもね、ほとんどのステージをまだ1回しかやっていない状態でこういったチャレンジモードをするのはバカなんだよね。で、どっち壊せばいいの？赤？赤じゃねえよ、青だよ。で、体当たりはどうなる？あ、大当たりもダメ？と。え、ああそうだった。結構イラッとする配置になってる。敵いないんだ。いるわ。いるっていうか、あれは敵っていうかギミックだから敵とは別なのか。パンパンパン、こう、オッケー。赤じゃん。えっ、で意外にいけるもんだね。弾打っていいんだよね。イラッと配置。あれは弾で打って自分は行かなくていいっていうプレイが良さそうだね。実質タイムアタックだからね、これ。あ、中間入ります。だけど死んだら終わり。あー、そういうことね。ひよったー。そんな予想外だ。下に行っちゃダメだっていう面白い配置してるわ。いけたよな。面白い配置。いてー。ここは別に難しくないんだよね。難しそうに見えるけど、これこういうことだよね。中ボス戦やるの？あ、やらないわ。結局これだよね。うん。タイムアタックっていうか、死んだら終わりそうなのもあるから、ちゃんと使うやつに解除して直していかなきゃだ。特別難しくはないよね。敵出ないし。ゾンビだな。あー、やっちゃった。あそこも当たり探偵あったね。そういや、こういうことか。気持ちいい。え、ふざけんなよ。もっとラッシュジェット上の方がいいよ。ここよく分からずダメージ食らいながら行ったような気がする俺。一瞬で。
死んだら、死んだらどうなる？死んだらこう戻される。ここもあれ無理やり行ったからな。ということで無理やり行きます。よし、こんだけ体力あったら無理やり行けるんだろう。で6分半、この最後の距離がまたいじめだね。6分42秒。で4分6分までは余裕だね。まあ死んでるからね、そもそも。